これまではショートとセカンドがメインで、たまにサードを守っていたと本人も話していましたが、ポジションは本当にどこでもいいからレギュラーをやっぱり狙っていきたいと移籍初年度バッティングでもアピールしたいし、それ以外でも何か存在感をとにかく示していきたいんだと、そんな話をしていました。うまく合わせて1、2塁間破っていきました。いいアピール、本山に出ました。3塁ランナーホームインです。ライオンズ1点返して6対2。今日はスタメン起用、それに4打席目で本山も結果で応えました。深いカウント粘ってます。松沼さん、いかがですか？こういうヒットがね、これからのシーズンに向けて本山使うかっていう言葉になってくると思うんですよね。ファウルではありましたけどね、インサイドのさばきを見せたり、今の右手一本でいろいろ対応しましたよね。